暖かい日差しがピッチの上に影を落としています。 J リーグファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。フレンドリーマッチをお送りします。解説は中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。まもなく選手がピッチに登場します。スタンドが大きく揺れています。選手入場です。さあ、ではスターティングラインナップをご覧いただきましょう。まずはホーム、ガンバ。続いてアウェイ、神戸。フォーメーションを見てみましょう。キックオフです。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。両チーム相手の出方を伺っているようです。吉原、遠藤、縦に出します。パスが通ればチャンス。ここからスローイン。持ち続前方にフィード。こういうボールをチャンスにつなげたいですね。5分過ぎました。木場、前に送って、シュート、入ったゴール。神戸先制のゴールを決めた。ただいまのリプレイご覧いただいております。神戸、しばらくは大事な時間です。これが通れば面白い。15分経過、土屋、前方へ来い。ここで奪って、前、20分経過、当たりは前に出す。バンド、守りきった。山口聡、縦に出します。25分経過、そこだが、しかし外れてしまった。ガンバ同点ゴールならず。これは決めてほしかった。遠藤、前半30分経過、森岡、前に送って、マルセリー、右、バンド、前にボールを送る、カット、右へ回す。木場、前方にフィード。パスの精度は高いですね。バックパス、スティング。ここで入れさせません。
ここで笛です。前半終了、神戸1点差で前半を折り返します。ここまでの流れを振り返ると、まずはこの画面から。前半14分、バンド。では、これはいかがでしょうか。前半28分。ただいまのシーン、別の角度からご覧ください。最後にここです。前半43分。今のプレー、違う角度からご覧いただきます。両チーム、ここまでのスコアをお知らせします。得点は1対0、神戸1点リードしています。さあ中西さん、はい、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。なるほど、それでは後半もどうぞお楽しみください。さあ後半戦いよいよ開始です。神戸リードを守りきれるんでしょうか。神戸じっくりとパス回し、小さく蹴り出す西谷。さあ抜けていくか、裏をつきます。よくしのいだ。後半5分経過。ここでスル押し込め、これはキーパー真正面。下げます、クリア。後半10分が経過しました。止めた、吉村。遠藤、いいカバーリングです。狙ってきたが惜しくも外れました。山口聡、右からのシュートでした。あとちょっとでしたね。ここで選手の交代です。森岡、彼に代わって橋本。後半20分経過。後ろに下げます、守りきった。いいボール。いいですね、つながればチャンス。チャンスです。山口聡、よくしのいだ。当たりは後半30分経過。選手の交代が行われています。吉原、彼に代わって松並。ここでインターセプト。クリア。あと10分です。センターに戻します。指示プレイ、前方へ。守りきった。あと5分です。パス、ここで選手交代があります。神戸北本、ここで投入されます。当たり場、ここで退きます。神戸時間を稼ぎます。さあインジュリータイムです。強烈なスライディングタックル。激しいタックル、激しい奪い合い。長かった試合に今終止符が打たれました。神戸追加点は奪えませんでしたが、1対0で勝利しました。今日の試合を振り返ります。まずはこの画面から。前半14分、
バンド。今のシーン別の角度から見てみましょう。このプレー前半28分、ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。続いてこのシーン前半43分、ただいまのシーン別の角度からご覧ください。次です、後半10分、これが最後のチャンスでした。後半18分、惜しいボールでしたね。それでは中西さん、試合を振り返ってみていかがですか？はい、内容はスコア以上に白熱した試合でしたね。はい、バンド、彼の今日の出来について一言いただけますか？はい、彼は今日のマンオブザマッチと言っても過言じゃないでしょう。なるほど。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。